テインメント。どうも皆さん、おはこんにちばんは、まことでーす。アシタクでーす。本日ご紹介するのはこちら、収納用品押し入れ2。1は存じ上げません。さて、こちらね、いろいろなものをしまえるということでね。いや、これね、はい、開けるとこんなに広がります。で、これが自立すると、メッシュになってるところに缶バッジの針を入れて缶バッジ飾れるっていう。なるほど。ここね、この場所ですね。このフィルムを剥がすと、思い出のチケット入れてみたり、ニュースペースのコースターですけど、こうしまえると、はい、缶バッジも入れれるんですが、ここが取れて、すごい、キーホルダーつけれるようになってて。ああ、なるほどね。突き刺すような感じ。ほら、こんな感じで。わあ、かわいい。ぶら下がります。ここポケットになってる。だからここにこう刺すのもいけんってね。ああ、いけるね。こういうやつね。なるほどね。こことかもう、アクスタとか入れても、ほら。あ、なんかちょうどフィットする感じ。ああ、なるほどね。土台。こういうのでもいいんじゃない？これニュースですよっていう感じね。2個しか入らへんか、ここは。重ねりゃいけるけど。重ねて3ですか？こうやりゃいけるけど。で、ここが飛び出すの防止になって、蓋がついてます。まあ、そのままアクスタ入れてもいいかもしれない。ディスプレイは、皆さんお好みで様々できますけども。ここやっぱ落ちるからね、入れると。そうね。大きいもの入れるとか、うん、ちっちゃいクリアファイル入れるとか、うん、でもいいかもしれないですね。ドゥルン。こんな感じですね。ちょっと折り曲げたりとかして、そうだね、このまま卓上に飾れるっていう小スペースやったりとかしたら、うん、ここだけで飾るとか。ああ、そういう使い方もあるか。2面だけね、うんうん、後ろ向いても見えますから、うん、カスタマイズはお好みでできるわけです。猫マスちゃんを飛び出せたらしまいました。これはこれで可愛いかもしれない。確かに。本棚にそのまま入れれるっていう。だから収納用品としてもいけるし、そのまま飾るっていうのもできるし、うんうん、まあ大きめのカバンだったらそのまま持ち運べるっていうこともできますね。うん、なので、あの、用途に合わせていろいろ使えるっていう、いい代物でございます。素晴らしい。こちらね、いろんな色があるということで、とりあえず、アシタクが好きな黄色を僕らは買いました。そうですね、推し色ですのでね。推し色。あと緑と紫は見つけたので、はい、ちょっとね、概要欄にまた種類を載せさせていただこうと思いますので、興味ある方はぜひ見てみてください。はい。